北朝鮮が拉致被害者らの再調査を開始して今日で1年です。日本と北朝鮮の両政府は今月中にも外務省の局長級協議を行う方向で調整に入ったことが分かりました。局長級協議には日本側から外務省の伊原アジア大洋州局長が、北朝鮮側からソン・イルホ国交正常化担当大使が出席する予定で、中国での開催が検討されています。日本側は当初1年をめどとしていた調査結果の報告について、北朝鮮側が延期を伝えてきたことに改めて抗議した上で、今後も協議を続けることを確認する方針です。局長級協議が実現すれば、去年10月、伊原局長らが平壌に派遣されて以来初めての公式な協議になります。